ジャパンカップの掲示板、あまりにも豪華だと話題に。に対するみんなの反応。イクイノックス、リバティアイランド、スターズオンアース、ドウデュース、タイトルホルダー。まさしく最強マッチにふさわしい掲示板やないか？こんな贅沢な掲示板があるか。みんな強いの証明された最高のレースじゃねえか。豪華すぎる。23年総決算みたいな掲示板。序盤3番手になった時点でもう絶対勝つって思った。もうこの位置なら負けねえわってポジションやな。リバテ普通やったら勝ってるよな。このコバメンツ相手にしっかり2着に来てるリバテはやっぱクソ強いよな。トルホルこれなら有馬で買うわ。思ってたよりずっと頑張ってた。逮捕このメンツでよくやったよ。スターズオンアースこんなに強いのにオークス以降勝ててないのもったいない。来年は大阪杯勝て。馬娘から競馬入ったみんの脳はもうボロボロ。ルメール男泣き。ナイトル。ラストランで泣いてるとかじゃねえよな。有馬まで、お願い。ルメ乗るたんびプレッシャーやばそう。これ構成にも残るよな。頼むから有馬走ってあれしてくれ。イクイノックス最終章。そして伝説へ。ルメ、直線では早すぎたから。超寒いです。直線では早すぎたで草。早すぎて寒い。冷えたルメールの目頭を熱くするうまいクイノックス。良いレースだった。いい最終回だったな。イクイノックス世界一。世界一のポニーちゃん。イクイノックスくんも6勝会員になれたんやね。これにはモーリスくんもにっこり。モーリス、よかった。俺以外にまともな奴が来て。言うほどイクイノックスはまともか？まともに見えて2歳3歳の頃の虚弱体質と、今もある寂しがり屋持ってるからな。他の6勝回メンバーのキャラが濃すぎるんよ。はよ7勝して抜けた方がええで。冗談抜きに有馬失踪して7勝回に移籍してほしい。同じ路線であれば同格の強さで分かりやすかった6勝回に、イクイノックスくんが居座るとパワーバランスが崩れちゃう。イクイノックスくんは6連勝会だからちょっと違うんだよなぁ。会員が会長とオペラ王だけの幻の会か。何気に一途な馬揃いだね。早すぎて寒いとかあまり期間インタビューやな。実装時のネタになるな。風は体温奪うから安城の寒さは想像以上だと思われる。強い馬たちが上位を占めたある意味順当なレース。18頭立てだったけど、レースが壊れない限りは馬券内を争うのは実質上位の6頭立てやったしな。パンサラッサの大逃げにみんなついていったら、距離不安のあるリバテやドウデュースが飛ぶかなと思ってたけど、そうならなかった時点で結果が決まってた。ちなみに小ネタなんだけど G1 で単勝500倍以上の馬が7頭もいたのは最多記録更新。その前の最多記録は、キングヘイローが勝った2000年高松宮記念の3頭。全頭 G1 複数勝だからな。G1 複数取るやつってやっぱり物が違うなーって一目でわかる。やっぱ競馬って最高だわ。競馬に疎い私でも知っている馬ばかり。すごいレースでした。ルメールの誰でも乗れるが身も蓋もなさすぎて草。誰が乗っても勝てるじゃなくて、誰が乗ってもいいくらい賢いって意味なんだろうけど。そりゃあの気温の中あの速度で走るわけだから寒いよな。もはや痛いレベルだろう。スターズオンアースめっちゃ強いじゃん。リバテにも全然負けてないよ。来年もバチバチ見せてね。ルメールのインタビューがまるで引退レースみたいだった気がする。イクイノックスがいなければリバテアイランド勝ったけど、リバテアイランドの4馬身前にイクイノックスがいたレース。先行したイクイノックスが上がり最速で笑っちゃうんすよね。上がり3ハロンタイム。33.5、イクイノックス、1着。33.7、ドウデュース、4着。33.8、ダノンベルーガ、6着。ベラーズール、7着。33.9、リバティアイランド、2着。やっぱイクイノックスおかしいよ。どうしようもないな、これは。6着以降も普通にとんでもないメンツだな。掲示板見る限りは順当なんだけど、1着馬の勝ちっぷりが圧巻すぎてね。これは何度やっても同じ結果だろうし、これで引退もやむを得ないかなってなる。パンサも見せたし強い馬が強い走りをしたいいレースだった。引退か。イクイノックスならもしかしたら凱旋門賞いけるかもと思ってしまう。メンバーもレース内容も最高だった。いいもの見れた。掲示板前頭 G1 馬。6着は2勝馬ダノンベルーガ。どうにもそういうポジになってしまうんだな君は。2400は長いね。1800から2000で見直したい。ダノンベルーガとベラーズールがタイトルホルダー抜かせなかったのは、ちょっと適正では覆せない力の差が見えたかな。それだけ今回の掲示板内は怪獣大戦争だった。最後抑えてて4馬審査とかちょっとおかしいレベル。そりゃルメもキムテツも感類するわ。1位が北サンブラックの先行力とダンシングブレイブの切れ味持ってたってだけさ。しょうがないよ。ゲームバランス崩壊するわ。してたわ。明らかに切れ味というかスピードは母方、キングヘイロー、ダンシングブレイブからやな。爆心はスピードというより、中長距離のスタミナを全力で短距離に使ったって言われてたから、北さんと同じくスタミナの方やろね。爆心王の子供はほぼスピード特化だぞ。中距離馬のスピードうんぬんとか馬娘界隈でしか聞いたことないわ。しれっと8着に入ってるスタッドリーさんに芝。3勝クラス勝ちしかないのにようやっとる。いやー、このメンバーで8着とはよく頑張ったよスタッドリー。マーカンド騎手もよくやってくれました。パンサラッサもレースを盛り上げてくれたし、本当によくできたレース展開。パンサはいつも面白いレースにしてくれる。ただ今日の走りだとかなり負担もでかそうだから怪我がないことを切に祈る。掲示板入り後当然馬 G1 に勝以上してるね。まさしく怪獣大決戦だった。こんなレース当分お目にかかれないぞ。イクイノックスが今回で引退となるとこの対決は二度と見れないんよな。と先ではなくたっけで、道中力まないドーデュースでどこまで行けたか見たかった人は多いと思う。とうとう獲得賞金20億超えのスーパーホースが生まれたか、すげえな。25年前ぐらいのオペラ王がまだベスト5にいるのも。これマジで競馬の神様が10年先の未来に生まれる予定だったイクイノックス君を、手違いで現代に生み落としたんやと思うよ。そうでもないと次元が違いすぎる。強い馬をもっと強い馬がねじ伏せる。贅沢なもん見たわ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。